はい、どうも、ナノフラワーでございます。まあ、この動画の冒頭にも、付けさせてもらいますが、ヘミスフィアの解禁の方が終わりました。ランク200に到達しまして、で、今、ノーマルとハードが終わったところであります。ということで、あと一つになりました。まあ、これからもちろん、ヘミスフィアのメガに取り組んでいくわけですけれども、今の研究状況というか、その、どのぐらい譜面を知っているかと言われると、本気で読んではいなくて、他の人のプレイ動画を見たりとか、ボート動画をちょこちょこ見たりしていて、なんとなくの譜面は大体知っています。ただ、細かいところまで全然見ていなくて、ここが難しい、ここが簡単ぐらいのことしか知らないんですけれども。ということで、この動画で、とりあえず初プレイを残しておいて、ここからスタートだという、まあ、決意ですね。おそらく、譜面を見た限りは、オラクル、まあ、11時間かかりましたが、それの数倍はかかりそうな感じがするので、ということで、ここがスタートという意味を込めて、初見に。まずブリードを外します。見た通りですね。で、これからの取り組みなんですけれども、多分正攻法で、正攻法？生半可ないつも通りのオートプレイ見て、軽い気持ちでできる譜面ではないので、まずは、練習環境を整えるところからいきたいと思ってます。まずは、今からハンドクラップの動画、低速のものから100%のものまで作って、まあ、YouTube にも多分あげます。ということで、まずは研究の、まあ、土台から数時間かけて作ろうかなと思っています。まあ、諦めずに頑張りますので、よろしくお願いします。では、以上、現在の報告でした。